ロンドン地下鉄1996系電車は1996年から GEC ・アルストムで製造され、1997年に営業運転を開始したロンドン地下鉄ジュビリー線の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。1996系電車は1990年代末に予定されていたグリーンパーク。 マイナスストラトフォード間のジュビリー線を延伸に備え、当時使用されていた1983型電車と並行して使用される計画で所要増分だけを製造する構想だったが、1983型が片開き扉で乗降に時間がかかるなどの問題を抱えていたため、1983型全車を置き換える形で延伸開業の1年前、 1997年12月24日から翌年7月にかけて6両編成59本が収益した。2005年に4編成が増備されたほか、全編成に中間車1両が追加され、全編成が7両編成となった。ほぼ同時期製造のノーザ山専用1995型と車体形状が告示している。本文中の車両形式略号などは、 ロンドン地下鉄の車両形式及び車両番号の付与方法を参照のこと。1996系電車の台車1996型と1995型はほぼ同一の車両だが内装、座席配置、ワーウィック設計事務所による運転室の設計、1995型に採用されたアルストム社のアニックス制御方式、車両管理装置、塗り分け、 1995型への LED 車側等の採用などに細かい差が見られる。外観上最大の相違点は、台車で1996型がゴム枕羽根のアルストム製である一方、1995型は起伏の多いザ山線の路線形状に対応するため、ボンバルディア製アドトロンズ空気羽根台車を装備している。1996系電車は初期費用重視で、 1995系電車はライフタイムコスト重視で設計されたため、両社には技術的な相違も発生している。アルストムは1995系の維持管理契約も含めて受注しており、東ロンドンに新設されたストラトフォードマーケット車両基地でのジュビリー専用車両の維持管理も後に受注している。 1996系電車戦闘車側面図1996系電車中間車側面図車体中央に両開き、扉2箇所、両端に、片開き扉を備える4、扉車だが、戦闘車は扉1枚分強を運転席としてあるため3扉である。扉はすべて、外吊り式。車体は、ロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に塗装され、 先頭部は赤く塗られているが、1992系統と同様前面窓周りがノーハイ色に塗装されている。内装更新前の1996系電車車内ロンドン交通博物館にある1996系電車運転シミュレータ登場時は、J の模様があしらわれた藤色と灰色のシートモケットが使用されていたが、2005年11月に張り替えが行われ、 ロンドン地下鉄標準の出したような色の四角い枠の模様があしらわれた青いモケットとなった。2005年製の車両は新生児から新しいモケットを装備している。ピカデリー専用1973型も同じ青いモケットに交換され、ノーザン線にも採用が広がっている。肘掛けは当初紫色だったが、モケットの張り替えに合わせて青く塗装された。 中央扉脇に車椅子スペースがあり、ここと車端部には、よりかかれるよう腰の高さに、モケットが貼られている。1996系電車は、デッドマン装置付き右手操作を採用している。写真の状態が、デッドマン装置作動状態で、取っ手を時計回りに90度回転させて、解除となり、取っ手が付いている赤い部分ごと前後にスライドさせて、操作する。 日本の電車とは逆に前方に押し出すことで加速、手前に引くことでブレーキが作動する。1996系電車は登場時3両1ユニット X2 の6両編成となっていた。各ユニットは制御電動車、付随車、回送用簡易運転台付け中間電動車、ドムで構成され、DMT ドムドム TDM の編成を組む。 後期製造の12両の付随車には棒氷装置が設置され、D でアイシングトレーラーカーズと略される。編成は奇数エンドと偶数エンド。車両番号は5桁で表され、上2桁が車両形式を示す。96、100の位の例。1が DM、2、3が T、4、5ガンドム、8、9が D を示す。ストラトフォードよりのユニットは、 1> 下1桁が偶数、スタンボアよりのユニットは下2桁奇数となっている。偶数番号ユニットの下2桁は奇数番号ユニットの下2桁に1を加えた番号である。D は偶数ユニットにのみ連結されている。棒氷装置普遍性の先頭部車両番号には白丸が付けられ容易に識別できるようになっている。D 96001から96201から96401、96402から96202から96002 96, それぞれの車両には、設計時アルファベット1文字のコードがそれぞれ偶数 DMA、奇数 DMB、偶数 NDOMC、奇数 NDOMD、T、E、D、F として与えられていた。 1995型と1996型は類似した車体を持ち、共にアルストム製であるが、異なる制御装置を採用している。1996系の設計は1991年に1995型より早く確定したため、1995型よりも古いシステムが採用されている。1996型は GTO サイリスタによる、 VVVF インバータ制御1995型はアルストムのアニックスと呼ばれるイベットによる VVVF インバータ制御である。1996型には自動放送装置と LED 式旅客案内装置が設置されているが、両者の内容には若干の相違がある。相違の一例として自動放送装置では駅停車中にディスステーションイズカナディーワーフ。 Change here for the DLR Distrain Terminates at Stratford と案内される一方、LED 表示装置にはかなりワーフ、Change for DLR Destination Stratford と表示される。2008年末現在、通常放送される、Distrain Terminates AT の放送は、登場時から聞かれる声である一方、NEXT STATION と THIS STATION の放送は、それとは、 違う声であり、各駅到着の都度2種類の声で放送が流れる。これに加え、男性アナウンサーの声で、ディストレインウィルナウターミネートヒア、オールチェンジプリーズアンドプリーズ、キープユアパーソナルベラニングスウィッチュアットオールタイムズ等が放送されることがあり、男性アナウンサーの採用は、ロンドン地下鉄ではこの例だけである。1九9七年導入者の製造名番二千五年、 導入者の製造名盤2005年初頭、ジュビリー戦の7両編成化と4編成の増備が発表された。アルストムのバルセラナ工場の郊外移転に伴い、この63両の付随者と4編成の新造車は新工場で製造された。新造された4編成はなぜか6両編成として納入され、ストラトフォードで7両編成対応に改造されている。 2005年12月25日からジュビリー線は全線運休され、7両編成化、信号装置の交換、遠心区間へのホームドア導入に伴うソフトウェアの更新が行われた。当初計画では車載コンピューターが2両を1両として認識するよう設計されていたが、不要であることが判明した。1996型は7両編成化が可能なよう設計され、 プラットフォーム長、延伸区間のホームドアも当初から7両対応となっていた。この工事による運休は5日間と予定されていたが、2日、早く運転を再開した。新しい車両は設計コード G となる付随車で、偶数ユニットに挿入された。 7両編成下の新編成例は96,103から96,303から96,703から96,404、96,404から96,204から96,104である。申請者をこの事態で示す。申請者には以下の設計変更が行われている。これらの変更の多くは従来車にも施行されつつ、ある。 新しい付随者には96,601から96,725の奇数が付番された。ドアブユーカスベリドメには製造者名が刻印され、1997年、導入者には製造者名と共に製造年を表す、1996の刻印がある。2005年造備者についても、イギリスの製造規則に従って、1996が刻印されているが、 製造車名は従来車の GEC アルストムからアルストムに変更されている。内装の新デザインは座席モケットをデザインしたワーウィック設計事務所により行われ、ワーウィックはノーザン線、ピカデリー専用車両の内装更新も担当している。新造車の導入に続いて旅客案内装置が次の駅の手前で駅名が表示されるよう変更されている。 1996型は、ビクトリア線、セントラル線と、同様はエスチングハウス社の自動列車制御装置を搭載できるよう設計されていたが、運用上の問題と既存の信号系の改良に費用がかかることが判明したため、採用されなかった。これに代わり、ドックランズライトレールウェイ同様のアルカテル社製、セルトラックシステムを設置する工事が2009年末目標で、 進められている。ジュビリー線での採用は本システムの大量輸送機関への初めての適用例となり、t b t g と呼ばれる。この方式では安全性を犠牲にすることなく、列車をより高速、高密度で運行することが可能になる移動閉塞方式が採用され、増発、輸送力増強が可能となる。ハービー 2002P30、ありがとうございます。